はい、どうもビラです。パワサがやっていきたいと思います。はい、本日は熱狂ビッグディール、こちらがねやってきましたので、まあ、解説をしていこうかなと思っております。はい、いよいよ熱狂ビッグディールが開催するよ。クラブランクをどんどん上げてビッグクラブを目指そうということで、まあ何度か3回目4回目のイベントです。まあ皆さんも知ってると思いますが、どんどんねいつも使ってるキャラではなく、ここでスカウトで出てくるキャラを使ってどんどん移籍させて自分のクラブをでかくしていこうというゲームです。はい、でまずは多分センターフォワードばっかくれるんですよね。でセンターフォワードはまあとりあえず点取れるキャラを取ってもらって、どんどんね試合に勝っていくと、スカウトできるチケットをもらえますので、まあそれは進めていくにつれてチケット、あとはいい選手増えていきますので、どんどん手に入れてくださいという感じになります。こういう感じにね号外でまずシーズン初めに出まして、3試合シーズンは3試合1年です。まあシーズンが終わったらこのキャラがいくらで移籍できるのか、はたまた移籍されないのか、まあでも移籍するかしないかはねこっちのタイミングで決めれますので、もしね自分のチームにこいつだけは外したくないっていうキャラがいたらまあ外さない。まあでもね基本的ね後に残らないものなんで、どんどん移籍はしていった方がいいと思います。アイテムもらえるんで移籍させてランクによってアイテムもらえますので、できるだけねもう移籍ってきたらもう移籍させた方がいいのかなと自分は思います。はい、で、まあ、前回と違うところがあるらしいんですよね。はい、遊び方とかは一緒で8月と20日までって、そこまで長くはないんですよ。長くはないんですけども、どこだったっけな、このメガクラブまで行った称号をもらえるし、今回ビッグクラブになると SR のフレデリク・ソルベルト、まあ、これは龍崎と上原と同じ時に実装したフィジカルのキャラなんですけども、ボンバーヘッド、確かボンバーヘッドの初期かな、一番初めに出たキャラです。まあ、ちょっと使いにくいですけども、自分のようにね無課金アカウントやってる方、そういう方は SR のキャラどんどん増えた方が多分いいと思います。自分の場合はアリシアサブアカでも当たってるんであれなんですけども、ハロウィンアリシア当たってるんであれなんですけども、それ持ってない方はもしスタジアム選手を作るときは結構いいのかなと、センターフォワード作るときはいいのかなと思いますので、ぜひゲットしてください。でメガクラブになるとね SR の 50% ガチャ券もらえますので、それももらっていきましょう。で今回プラチナプレゼント、今までこんな豪華じゃなかったっすよね。 SR のフレデリック、 SR ガチャ券 50%、 30%、 10%、 スターメダル5000と、これはもしかしたら石割ってもいいんじゃないかなっていうレベルです。まあ無課金の方は割らないでください。課金されてる方はもしかしたらこれ割ってもいいレベルに今回の仕様になってるのかなと。ちょっとまだ全部ね最後まで行ってないんで、まだ始めたばっかなんで何とも言えないんですけども、これが結構取りやすいのならばかなりいいのかなと思います。こんなにね SR もらえるイベントなんてなかなかないんで、まあもしやる気ある人はやってもいいのかなと。結構このイベントね自分やり込んじゃう方なんで、多分自分はやるのかなとは思っております。はい、そしてじゃないな、これかさっき言ってたやつ、このプラチナが今までゴールドまでしかなかったのにプラチナが出てるよっていうことですね。これが強い、もらいましょう。で、あとね報酬の方で、このイベントは結構でかいイベントですので SR 券もらえるんですよね。ここでもフレデリックもらえるし SR 券もらえます。なのでね、まあ普通にやっていくのはありなのかなと。まあ2500万バリューまで貯めると天才の入部届という形になりますので、皆さんぜひゲットしてください。そして SR とねフレデリック合計3枚手に入るのかな、3枚手に入って PR も手に入ります。でそれ以外でもね手に入れていくと、まあ45にはできるのかなと。もしいらない方もねミキサーとして使えますので、まあ自分的には置いといた方がいいと思いますが、やっていきましょう。でまあ1試合ぐらいやっていきましょうか。とりあえずこれは
スキップはしないでください。基本的にスキップはきついです。で、試合やっていって、自分的には大、やる気が低いなぁ。まあ、サクッとピンチャン。カスタムで全オートにしてしまうと、ちょっとね、活躍がしにくい。まあ、コーナーキックとかでね、自分のキャラに合わせるっていうのは結構大事。なんか、自分のキャラじゃねえや。こういう目立たせたいキャラに合わせるっていうのも結構大事ですので、まあ、とりあえず、サクッとピンチャンがいいのかなと。まあ、今回はね、わざわざ、バーに当てて、バー当てして、なんだろう、このキャラだけに得点を稼がせるっていうイベントではないので、まあ、全体でね、バリューが上がればいいだけなんでいいんですけど、まあ、とりあえず、コーナーキックとかフリーキックとかで、合わせれるときは、まあ、自分の、今回、評価を上げたいキャラ、狙っていった方がいいのかなと思います。ここでベンチに動きがありました。さあここから、まあ、そんなもんですかね。はい、シュート、ジャスト。試合が振り出しに戻ろうかというところでしたが、でこれを3試合1セット、先も言いましたが、やったら1シーズン終わりますんでね、これをやっちゃってください。まあ、ちょっと裏で終わらせていきます。少々お待ちください。はい、とりあえず3試合終わらせてきました。まあ最後のね、見せていきましょう。で、とりあえずこういう形で、まあクラブランクをどんどん上げていくっていうやつなんですけども、ここでシーズン終わりますと全試合終了と出まして、ベストイレブン発表されます。で、今回はね、まあ自分のセカンドトップ、そちらのキャラが選ばれますね。これが自分のね、推してるキャラが出てくれると、まあバリューが上がりやすくなって、より高いね、プレゼントがもらえるという形になりますんで、まあそんな感じです。で、移籍市場としまして、ここでまあ今回のアフロキャンのアバターのキャラが言われてましたね。これを移籍しますと。はい、で、グリーンプレゼント、ブロンズ、シルバー、ゴールドで、プラチナってね、どんどん良くなっていきます。まあグリーンは正直しょぼいです。グリーンは正直こんなもんなんでしょぼいんですけども、まあどんどん上がっていきます。いいものがどんどん出てくるんで、まあ上の時は必ず交換していった方がいいのかなと。まあドリンクとかも、ドリンクもらえるのかな、もらえないのか。まあでもね、ありがたいんで、ぜひぜひ交換していきましょうと。自分はもう完全に移籍させていきます。そして、ワンシーズン終わりますと、まあこういう風にプレゼントもらいまして、終了と。で、新シーズン開幕するときに、まあ2シーズン目から、なんかレターイベントが発生するんですよね、毎回。で、引くと何種類かもらえるんですよ。何種類のうちか1個。1人代表、そうなんだ。こいつ出れなくなります。まあ正直ね、イベサッカーの初期キャラなんでどうだっていいんですけども、ちょっとこういう風に上がるという形です。バリューが上がるようになっております。で、今回ね、まだチケット使っていなかったので、今回全員イベサカのキャラがオファーされてます。まあ、このキャラたちを移籍させていきたいかなと、今シーズンは思っております。で、チケットね、もらってると思います。チケットもらってると思いますが、まあ、これは、できればね、シーズン内に回してください。シーズン内に回したら、次のシーズンの頭の時に、まあ、このキャラたちもオファーに加わりますので、多分そっちの方がいいです。イベリサカとかを売るよりかはそっちの方が多分ね、高いバリューで売れますので、まあそちらの方が。なので2試合終わったらチケット回す。まあ今回はね、ちょっとチケットは回さなかったんですけども、2試合終わったらチケット回すという形で回していくといいと思います。で、2年に一度、2シーズンに一度、まあ活躍していると、プレイオフっていうものにも出れます。プレイオフはね、チケットも結構いいのもらえるし、バリューもね、2倍だったっけな。なんか、獲得しやすくなりますので、ぜひぜひそれも楽しんでみてください。まあ、それもそこまではちょっと今回はいけないので、まあこれで動画を終わらせていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよなら。